週刊一致編集長の村上佳菜子です。今回は愛知県が行う女性の活躍を応援する取り組みを特別編集部員さんが取材してくれますよ。女性の活躍を応援、愛知女性輝きカンパニー。はい、週刊愛知一特別編集部員 SK48 の坂本真凜です。愛知女性輝きカンパニーの取材、私にお任せください。愛知県では女性の活躍に向けて意欲的に取り組む企業などを愛知女性輝きカンパニーとして認証しています。その認証企業の中から特に積極的な取り組みを行っている企業を表彰しています。愛知女性輝きカンパニーとはどんな企業なのか、去年優秀賞を受賞された加藤聖光さんにお邪魔していきたいと思います。行きます。こんにちは。女性社員の方いらっしゃいますね。加藤聖光で働く女性社員の方にお話を伺いました。どんなところが働きやすいと感じますか？困りごととかも早めに感じ取って上に上げていただける環境がとてもいいかなと思ってます。子供の学校行事だったり、仕事を抜けさせていただく学育制度というのを作っていただきました。働きやすい環境がすごく整ってるんですね。はい、ありがたいです。女性が活躍できる環境づくりを進めることで誰もが働きやすい職場になりますよね。どんどん増えてほしいです。優秀賞を受賞されたとのことですが、いかがですか？優秀賞をいただいたことで、加藤聖光で働く女性の活躍を皆さんに知っていただく、いい機会となったと思います。今後の目標や課題はありますか？はい、多くの女性が働いてくれていますけども、女性に限らず、さまざまな課題に対して、多様な視点で見ることが必要かなというふうに思っております。愛知女性輝きカンパニーの表彰候補企業は5月27日まで募集中です。また愛知女性の活躍促進応援サイトでは女性の活躍に取り組んでいる企業を検索できます。詳しくはウェブページをチェックしてみてください。女性が活躍しやすい職場づくりを積極的に行っている企業の皆さん、ぜひ応募してみてくださいね。さあ、今回のフリーペーパーはこちら。愛知県では能登半島地震の災害義援金の受付を行っています。詳しくは愛知県会計課のウェブページをご確認ください。